でレバーをガシャってねやるとなんと木が開きます。でここ水になってんだけど下に降りることができて、ほら隠し部屋になってんですよ。よーし、やってっか。こんにちは、犬たぬきです。はい、というわけで今回はですね、こっちのね外の方にとあるものを作ったんですけれども、まあ、何をね作ったかっていうとこれです。この木です。でこの木ね、見た感じね特に普通の木な気がするんですけれども、まあね、ここにレバーがあるわけですよ。でレバーをガシャってねやるとなんと木が開きます。でここ水になってんだけど下に降りることができて、ほら隠し部屋になってんですよ。いや、木の中に入れる隠し部屋って結構憧れるよねあ、でこのボタン、このボタンじゃない、このレバーをガシャって一回押すと閉じることもできます。で水はなくなって、でねこれ上から見ると今完全に閉じた状態になってます。でもう一回ピッて押してあげるとここまた開いて、で上に戻れるようになって、でこっちのねレバー、こっちのレバーでも閉じることができます。はい、元通り。というわけで今回はこのね木の中に入る隠し部屋の作り方を解説していきたいと思います。はい、というわけでね、クリエイティブモードの方にやってきたんでここに作っていきたいと思います。よし、じゃあね、まずは木の場所からちょっとねチェックしていきたいんですけれども、ここにね隠し部屋があるんですよ。でこの隠し部屋の壁、この壁より1個2個後ろ、ここのところに木があります。であと隠し部屋ね、横にどんどん広がっていくことはできるんですけれども、このねちょうど木があるところ、木があるところと同じ場所にこういう風に通路があって、でこういう風にね上から下に入ってくるっていう感じになってます。であと回路はここら辺にね敷き詰めていくんですけれども、基本的に木の1個後ろまで使います。で両サイドは木から横に、右側は1、2、3、4マス、4マス分使って、左側は3マス分横に使います。まあこんな感じかな、ここら辺だけ覚えておいてくれれば OK だと思います。じゃあまずは木をね1段下げるっていうところからやっていきたいと思います。どうするかっていうと、この辺ちょっと壊していこう、壊します。でさらに吸着ピストンを置きます。でどこに置くかっていうと、ここら辺ねちょっと下にブロックを積んであげて、で壊して壊して、はい、こういう風に乗っけます。でそうするとこのレバーを1回動かすと、はい、吸着ピストンが1段ね下げてくれるわけですよ。はい、でそれができたら次はこの吸着ピストンちょっと邪魔なんで横にずらします。というわけでこっち側にね吸着ピストンをもう1個置いてあげて、でこれでね横から動力を送ってあげることによってずらしてあげてください。でそうするとこれでね1段木が下がるようになりました。で次はもう1段木をね下げたいんですよ。というわけで同じことをやります。どうするかっていうと、またね同じように吸着ピストンを設置していきたいんで、壊して壊して、ここだね、吸着ピストンを1個設置します。でさらにここでレバーで1段下げて、でこいつもねまた邪魔なんで横にずらします。というわけでここら辺ちょっとブロックを置いてあげて、この向きに吸着ピストンを設置して、でこいつも横にずらしてあげてください。でそうすると今ね上から見た感じこんな風にねなっています。はい、で次はここさらに通路にしたいんだよね。だから木が邪魔です。というわけで次はどうするかっていうと、こいつをね1回ガシャンガシャンってやります。そうすると木はね横にずれてくれます。はい、これで通路が出来上がりました。とまあ通路をね作るための仕組みはこういう流れで動かしていきたいと思います。はい、じゃあ次は戻す時です。戻す時はどうしなくちゃいけないかっていうと、まずはこっち側に普通のピストンを置きたいと思います。はい、普通のピストンを1個置きます。でそうするとこいつをねガシャンってやることによって木を元に戻すことができます。まあただこのままだとね、まだ木が1段ね上に上がってない状態なんですよ。というわけで次はどうするかっていうと、1段上げるためのピストンを設置します。でどうするかっていうと、ここにね吸着ピストンを1個置いてあげて、でさらにピストンをここに置いてあげます。で吸着ピストンが伸びてきて、でこのピストンが1段上に上げてくれる、で元に戻るっていう仕組みを作っていきたいと思います。はい、こんな感じです。でここまで来たらラストはこのねピストンを伸ばしてあげて、でこいつを伸ばしてあげれば元通りっていう風になります。というわけでね、今からこの仕組みっていうのを作っていきたいと思います。
じゃあね、そしたらまずはね、こっちの後ろ側にねぐるっと回ってきてあげて、でここだね、ここにこういう風にブロックを置いてってあげてください。でこの時注意点として、ここは通路になるんだよね。そうだから見た目もね、こだわりたい人は必ずブロックを先に決めておいてください。はい、でそれができたら次にここにねブロックを置いてあげて、であと観察者をこの向きで1個設置します。でこの観察者は後で使うもんなんですけれども、その上にレッドストーンリピーターを置いてあげて、で2回クリックしておいてください。でそうするとこのリピーターとブロックをねうまく使えば、このレバーとあとこっちのレバーの動きっていうのをね実現することができます。どうするかっていうと、ここにねブロックにレバーをガシャって与えてあげれば、ウィンカシャウィンカシャっつって上まで来て、でもう一回ねレバーで動力をね消してあげれば一段下げてくれるわけですよ。こんな感じになってます。はい、というわけでこの左側のねピストンたちの動きはまず完成しました。じゃあ次はその下の左のピストン2つ、こいつらの動きを作っていきたいと思います。でどうするかっていうと、またねこっちのぐるっと後ろに回ってきてあげて、でブロックを1個置きます。でその上にレッドストーンリピーター設置して最大遅延にしてください。でさらにその前にもう1個ねブロックを置いてあげて、横側にもブロックを置いてあげます。でここにはレッドストーンを置いておきます。でそうするとこのレッドストーンが置いてあるブロックに動力が来るようになったわけなんで、この1個下だね、1個下にブロックを設置して、ここからねレッドストーンリピーター最大遅延で動力をこっちのピストンまで持ってくるようにします。でこの状態で動力をオンにしてあげると、こういう風にね2つ伸びた状態になるわけですよ。でこの伸びた状態でもう一回レバーをねガシャッとオフにしてあげると、これでこっちはね1段下がってきて、あとはこのピストン、このピストンが動いてくれれば OK なわけです。だからどうするかっていうと、このピストンを動かすためにはこの観察者を発動させれば OK なんで、ここにレッドストーンランプを置きます。はい、これで OK です。そうするともう一回ねレバーを押した時はガシャンと一番上まで伸びてる状態で、でこの状態でこのレバーをねビシッと外してあげると、これでね木が2段下に下がってるんですよ。ほらこいつがね動いたから木が2段下がっています。でさらに次はこのね吸着ピストンを横にねガシャンってずらすことによって木をこっちのね横に持ってくる話でした。だからどうするかっていうと、ここだね、ここに観察者を置いてあげてください。はい、これで横にずれます。じゃあ一応ねここまでの動きをちょっとねちゃんと動いてるか確認したいと思います。一旦こいつ壊して元のね状態に戻してあげて、でレバーを全部ねオンにしたいと思います。はい、オンにするとこの状態です。この状態になってて、でオフにします。オフにすると木が横にねちゃんとずれてってくれれば OK です。はい、大丈夫そうです。ここにずれてます。はい、というわけでこれでね開いたんで、次は閉じる時の動作を作っていきたいと思います。で閉じる方はどうすればいいかっていうと、こちらね開く動作をする前にいろいろね動かしてしまえば OK なわけです。などうするかっていうと、まずはここにレッドストーンランプを置きます。でさらにこの向きで観察者を置いてあげて、上にねレッドストーンをペタペタと貼り付けてください。はい、これだけで完成です。でこうするとどういう動きになるかっていうと、まずねこの動力をオンにした時に上のピストンが動いてくれて木が真ん中に来ます。でさらに下のピストンもね同時に動いて、でこっからねちょっと遅れて観察者が動力を与えることによって、下のピストンがガシャッとね1個上に戻ってくれるんですよ。でそっから残りは向こうと同じです。まあやってみればわかるかな。こういう風にレバーをガシャンって押した時に完全に元に戻ってくれれば OK です。はい、元に戻ってます。でもう一回レバーを引いてあげた時に、このね横の部分にちゃんと木が来てれば OK です。大丈夫そうだね。でちょっとねこの後ろ側に今レバーを置いてるんですけれども、これだと見づらいと思うんで、ビーってね動力を伸ばしてきて、でこっちからね見た方が分かりやすいと思うんでやってみたいと思います。ここら辺一旦壊します。でレバーを設置します。でこの状態でレバーをねガシャンって押すと、ほら上に来るんですよ。でさらにもう一回ピッてやってあげると下に降りてきてここに来るわけです。この動きをね実現してるのがさっきの後ろの回路になります。よし、じゃあね続きをやっていきたいと思います。で次はどうするかっていうと、これねガシャンってね下がるのはいいんですけれども、下がっても1段しかねここがね下がってくれてないんですよ。だからどういうことかっていうと、ここにね普通に草があるわけなんですけれども、これだと入れないわけです。それだからどうしなくちゃいけないかっていうと、この草ブロックを1個ね下に下げるよ
ようなピストンを設置していきたいと思います。でピストンは具体的にどこにやればいいかっていうと、ここだね。ここに同じ高さでピストンを置いてあげて、でそうしたら草ブロックがちゃんとね1段下がるようになります。で横から見るとこんな感じになってます。というわけで次はここにね動力を持ってこさせるようにしたいんで、どうするかっていうと、こっちにねブロックを置いてあげて、でちょっと一旦ここ壊してあげて、内側にブロックを置いていきたいと思います。でそれぞれレッドストーンを置いといてあげてください。はい、これでレバーをねガシャンってオンにした時に1段ちゃんと上に上がってくれて、でもう一回ねガシャって下げた時に、はいこういう風に草ブロックが下がって、これでね通れるようになりました。はい、これでねひとまず通れるようにはなったんですけれども、まだねこのままだと落ちることしかできません。だから上に上がることもできないし、落ちる時もねダメージを食らってしまうわけです。だから次はどうするかっていうと、水をね発生させる装置を作っていきたいと思います。で水をね発生させるためには発射装置をうまく設置しなくちゃいけないわけですよ。で発射装置はねどこに設置しなくちゃいけないかっていうと、この草ブロックがあるところに設置しなくちゃいけません。でどうするかっていうと、まずは草ブロック横にずれてくれっていうことで、横にずらすような仕組みが必要です。でさらにこっちの内側からね発射装置をグーって降りてきてあげて、さっき草ブロックがあったところ、ここに設置します。でそうするとね、この高さから水をターって垂れ流すことができるようになるわけです。だから次はねその仕組みを作っていきたいと思います。でどうするかっていうと、まずは横にねずらす仕組みが必要なんで、ピストンを設置していきます。こいつはちょっと邪魔なんで壊してあげて、ピストンをこの向きで1個、であともう一つこっち空間1個開けてここに設置してあげてください。でさらにこっちの左側のピストンに対しては、観察者をこの向きでね設置することによって動力を与えます。でこっちのね右側のピストンに対しては、ここら辺ちょっと一旦壊してあげて、ここに観察者を設置して、でさらにブロックを1個置いといてあげてください。でそうするとここにね動力を与えた時にオンにします。オンにすると草ブロックが上に来てて、でオフにするとこっちのね発射装置が来るようになりました。はい、というわけであとはこのね発射装置が水を発射したり回収したりっていう、そういう仕組みをね作っていきたいと思います。でどうするかっていうと、まずはブロックを1個横に置いてあげて、でここにレッドストーン松明を設置してあげてください。はい、でこのねレッドストーン松明、どういういいことがあるかっていうと、動力をオンにするときは特にね意味ないんですけれども、動力をオフにするとき、オフにするとこの発射装置が右に来るよね。だからこのレッドストーン松明の影響によって水を吐き出すようになります。であとは動力をねオンにするときに、水を先に回収してから発射装置が横にずれなくちゃいけないわけなんですよ。だからどうするかっていうと、ここら辺にね遅延をね組んでいきたいと思います。じゃあそしたらまずはここにねブロックを2つ置いてあげてください。でさらにレッドストーンリピーターを置いていきます。両方とも最大遅延にしておいてください。よいしょ。でこいつは壊しておきます。でさらにこのレッドストーンリピーターの手前にレッドストーンをね1個置いてあげて、でこれちょっとね上から見てちょうどここだね、ここに観察者を置きます。はい、でさらにこの観察者めがけてもう一つ観察者を置きます。でそうするとここにね動力を与えた時に、まずこのレッドストーンの変化を見て観察者がここまでね動力を送ってくれるんですよ。だからこのレッドストーン松明が1回消えてもう1回つくってことになるんで、先にね水を回収してから、その後ねこいつらが遅れて動き始めるっていうことになります。じゃあねまずは動力をオンにします。でオンにすると横にずれてくれます。で横にずれた状態でここにね水を入れたいと思います。はい、水入りのバケツを置いておきます。でこの状態でもう一回オフにします。そうすると水がねドラーッつって垂れ流れていきます。これはこのレッドストーン松明があるからです。でさらにもう一回動力をオンにした時に、水を先に回収して、でその後横にねずれてくれれば OK です。ここにねちゃんと水が入ってるか確認しておいてください。入ってますね、大丈夫です。はい、というわけでこれでね回路は完成なんで、あとは見た目を整えていきたいと思います。じゃあまず最初にちょっとこの壁とかを壊して、こっちのね丸太にしたいと思います。まあここは何でも OK なんだけれども、丸太の方がなんか木の中にいる感じがするんで丸太にしていきたいと思います。よいしょ。はい、できました。まあこんな感じかな。であとはこっちの内側もです。内側もね通路にしていきたいんで、ここは下は普通の頭皮のブロックでいいかな。でこの水が流れてるところは1段下にねブロックを置いてあげてください。そうしないとねこっち側に流れてきちゃうんで注意しておきましょう。でここら辺の壁は丸太にしておこうかな。よいしょ。
であとここねちょっとレッドストーンブロックを乗っけてるブロックがオレンジなんですけれども、ちょっとこれ申し訳ないんですけども、壊してで丸太に変えといてください。よいしょ、はい、ここはオレンジじゃダメです。でレッドストーンを戻しておきます。であとはこっちのね後ろ側もいい感じにつなげてってあげれば、はい、これで出来上がりました。であとはこっちのね天井なんですけれども、とりあえず置いていきますか。でこの時注意点としてどっからね動力を与えるかです。でこのレッドストーンリピーターのところからね動力出さなくちゃいけないんで、動力をこういう風に置いてあげて、でさらにねここに1個置いてあげてください。でそうするとこっちの下側からレバーで動かすことできるし、これでね動力オンになってるんですよ。でさらに上側、上はここの1個横、ここだね、こっからも動力を与えることができます。というわけでこいつはね草ブロックもう1回置いてあげて、でレバーを設置、でさらにこっちもね適当に置いといてあげてください。はい、これでね完成になります。じゃあちょっとねレバーの動作確認していきたいと思います。今動力オンの状態なんですけれども、下のやつでオフにすると、はい、これで水が流れてきます。で水が流れてきたらこうやってね上に上がっていくことができて、でここね通過してこっちまで来ました。でそうすると今ね動力完全にオフの状態なんで、こっちのレバーも動かすことができます。でこっちのねレバーを押してあげると、これで動力がオンになって閉じました。でもう一回ねこっちのレバーでガシャって押してあげれば、これで動力がオフになって、で水が発生して下に降りることができます。大丈夫そうだね。はい、というわけで今回は木の中に隠し部屋を作ってみました。これねいろんな場面で使えると思うんで、ぜひ皆さん作ってみてください。もしよかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。